いつ質問に行くんじゃみたいな。すいません、今あの本題を思い出しました。これはね、質問に答えるっていうね回だったですよ。忘れてました、私。あのじゃあ、 あの皆さんから、あのだいたい皆さんの中にはね、あの初めましての人も多いのでね、その人たちがまあ質問するじゃないですか。で、先に断っときますけどね、私が今から喋ることはおかしいことだと思ってくださいね。これがね正しい答えだとかね、天からの言葉やとか思ったら痛い目はありますよ、本当に。あのね、話10分の1とか100分の1ぐらいで聞いとった方がちょうどいいぐらいですよ。その中でね、これあまりにもおかしいからちょっとやってみようかなって、1個か2個ぐらい思えばいいんですよ、もう。あとはね、ほとんどねスルーしてもらって大丈夫です。はい、あの特に人生について深い話とかするわけじゃないですので、あの明らかにおかしいことしか言いませんので、まあそんな感じで気楽に聞いてもらえるんです。じゃあ行きましょうか。どうしても人と自分を比べてへこんでしまうことがありますが、どうしたらいいでしょう。いや、比べるからですよ。自分で分かってるじゃないですか。比べてへこんでしまうことがありますが、でも答え分かってるじゃないですか、自分で。比べるからですよ。で、なんで比べるんですかね。自分は見えないからなんですよ。自分は見えないんです、いつまでたっても。この世の中で一番分かってるで分からないのが自分なんですよ。この世の中で一番可能性を秘めてるのに、その可能性を否定し続けるのが自分なんですよね。あの、自分を舐めちゃいけませんよ。自分の可能性舐めちゃいけませんよ。どれだけの可能性持ってるんですかね。あの、人と比べることに意味はありません。なんでかっつったらね、人と私はスタートラインが違うからです。これがもしね、同じ親から同じ時刻に生まれて同じ育ち方をして、それで差がつくんやったらね、そら嘆いてくださいよ。だけどね、スタートラインが違う。もっと簡単に言えばね、まあスポーツをやってるとして、その種目が違うんですよ。わかりますかね。例えば野球をやってる人がね、サッカー選手を見て羨ましいとか言ってるのと同じなんですよね。無理ですよ、比べようがないわけです。なのに人と自分とを比べてね、へこんでしまうのは何でか分かりますか。人はいいところしか見えないからです。人がどれだけ努力したのか、どれだけ汗を流したのか、どれだけ涙を流したのかは見えないからです。あたかもその人がスーパーマンみたいに楽して手に入れたんじゃ、才能じゃ、能力じゃって思ってるからなんですよ。だから必ずこう思うでしょ、今これでへこんでる人。なんで自分には能力も才能もないんだろうって必ず思うんですよ。あたかも人にはあるみたいな感じでね、錯覚してるわけです。脳科学的に言ったらね、みんな天才で生まれてくるんですよ。能力に差はないんです。自分に対して一番厳しい目で見ているのが自分なんですよ。だから自分はいつまでたってもね、満足のいく答えは返ってこないんです。ここまでやって満足やっていうことは人間にとってはないわけです。じゃあ成功者たちは何してんのよって。いや、彼ら満足やろって。彼らは満足してないんです。彼らは感謝し続けてるんです。途中から変わるんですよ。もっともっと追い詰めてってどうなったかって言ったら、周りの人に生かされてたっていうことに気づく瞬間が来るんです。そうしたらそこからもう感謝の人生しか進まなくなるんですよ。あの、感謝をし続けるから人に支え続けてもらえるわけですよ。あの、成功者には2パターンあってね。で、ずっと成功し続ける人と途中で失速する人がいるんですよ。まあ、簡単に言えばね。簡単ですよね。成功し続ける人は何をしてるかって言ったらね、ずっと感謝してるんですよ。で、落ちていく人は何をしてるのかって言ったらね、全部俺のおかげって言ってるんですよ。うん。それだけなんです。簡単ですよね。どうしても人と自分を比べてへこんでしまうことがありますが、どうしたらいいでしょうって。心理学的に言えばね、なぜへこむのかって言ったらね、
自分が素敵だと信じて疑ってないからなんですよ。だって最初からダメだと思ってる人がダメだなんて思うはずないじゃないですか。ね、自分は本当は すごい人なんだ、才能にあふれてるんだ、素敵な人なんだって心の中では信じきってるから、だからその自分になかなかたどり着けない苦しみや怒りや悲しみがあるんでしょ。最初からダメな人だったらダメだって思うはずがないじゃないですか。だからね、へこんでしまうということはチャンスなんですよ。まだ自分を諦めてないっていう何よりの証拠です。自分の人生を本当の自分は諦めてないっていうのが分かった時にね、人はね、やってみようって小さな一歩を踏み出すことができるんです。小さな一歩でしか世界は変わりません。例えばでかいことをやったから世界が変わるとかね、革命級のことをやったからね世界が変わるんじゃないんです。最初は全て小さな一歩からしか始まらないんですよ。じゃあ次行きましょうか。ヨン様と本当に仲がいいのですか？対談を聞いてる限りそう思えないところが多々ある。すごい。いや、悪友ですから。もう親友通り越してこの男悪友ですから。私のいろんなところにするんで、いろんなところ行きましたんでね、ハワイまで行きましたので一緒にね、本当に悪友ですよ、もう本当に。うーん、面白い。でも私ヨン様と出会ったので今の人生があるわけでね、私が日本一のランチ会っていうのと出会わなかったら今の人生はなかったと思いますね。日本一のランチ会でヨン様と出会い、その会場でおかしい人たちと出会ったからね、その人たちが私を羽ばたかしてくれたんですよ。それが俗に言うおかしい四天王っていうのがいてね、その人たちに出会えて心から良かったと思いました。仲いいんですよ。仲いいっていうかね、もう悪友ですから、もうお互いにね言いたい放題言ってるからね、対談だけ聞くとね、こいつら喧嘩しとんちゃうんかとかね、こいつら話噛み合ってねえよとか思うかもしれないんですけど、その場にいると分かりますわ。あ、場にいるとね、な、言いたい放題言ってんなこいつらみたいなね、うん、そんなもんですよ。筆文字での言葉はひらめきですか？いつもいい言葉ですね。ありがとうございます。なんつったらいいんですかね、説明がしづらいんですけどね、ひらめきです。はい、浮かんでくるとかいう生優しいもんじゃなくてね、こうなんていうのかな、ボコーンってきますわ。なんか雲を掴むようなんじゃないんですよ、いきなりズドーンってくるんですよ。それの説明のしようがちょっとなかなか難しいんですけどね、誰でもできますよこれ、はっきり言いますけど。他人の言動に流されネガティブになりがちです。ポジティブな受け止め方、考え方のポイントを教えてください。で、この人 もう答え言ってるじゃないですか。他人の言動に流されてるんでしょ。いや、流されるからですよ。いや、なんで他人を気にする必要があるんですかね。だってね、自分でこう生きてくって決めたはずなのにね、他人から言われるとね、あっち行きこっち行きっていうのはね、かつての自分とそっくりですよね。いや、自分がこう行くって決めたのに他人が何言ったって関係ないじゃないですかね。 100% ね、この世の中は 100% 味方じゃないんですよ。かといって 100% 敵でもないんですよ。それをね、 100% 好かれようとするからおかしくなるんですよ。ですよね。100% 好かれることは絶対にないのでね、自分を攻撃してくれる人、自分を嫌ってる人、何回やれば気が済むんじゃん。そういう人たちはね、ありがとうって言っときゃええんですよ、ね、その人たちの中にヒントがありますからね。ポジティブな受け止め方ってね、どういうことか知ってますかね。これ勘違いしてる人たちがすごく多いんですけどね、ポジティブな受け止め方って何かっつったらね、ネガティブなことは当然起こるって思ってることなんですよ。これがポジティブな受け止め方ですからね、何が何でもプラスに変換しようとしてると無理が生じますよ。当たり前ですよね。ネガティブなことは絶対人生であるって分かってることがポジティブなんですよ。
まあこれおかしい話ですんでね、私の、考えだけは思って聞いてもらえばいいんですけど、プラスもあってマイナスもあるからね、だからプラスが輝くんじゃないですか。ですよね。世の中プラスしかないとかマイナスしかないってことはありえないんですよ。 100% 味方の世界はない、 100% 敵の世界がないのと一緒で、 100% プラスの世界ないんです。 100% マイナスの世界もないんです。マイナスがあるからプラスがあるし、プラスがあるからマイナスがあるんですよね。お互いに引き立て合うためにセットで用意されてるんです、全てが。だからこの世から悪をなくそうとしてる人たちは、私から言わせればナンセンスです。悪がなくなった瞬間に何が善なのかが分からなくなりますよ。この世の中が幸せで 100% 満たされたとしたらどうなりますかね。何が幸せか分からなくなりますよ。だから用意されてるんですよね。なぜプラスとマイナスが用意されてるのか、私たちにとって一番大事な能力を育てるためですよ。私たちにとって一番大事な能力は何か、それが感謝なんですよ。感謝っていう能力を育てるためにプラスの事柄とマイナスの事柄がセットで用意されてるんです。プラスだけだったら感謝の気持ちなんて芽生えるはずないでしょ。生まれた時からお金に不自由しない、生まれた時から能力や才能に不自由しない、生まれた時から敵がいない、どこに感謝するんですかね。そこには当たり前の世界しかないわけでしょ。でもね、そういう人生を求めてるんです、みんな。考えたらおかしいことですよね。自分にとってマイナスな出来事だと思ってるものが自分の人生にどれだけ役に立ったのかなって思った時にね、初めてありがとうの気持ちが芽生えてくるわけです。私はそうでした。で、その結果、あ、自分を選んでやってきてくれたんやなって思えるまでになったわけです。この出来事って自分やったらなんとかいけそうやから、それで来たんかなって思えるようになったわけです。そうするとね、人生生きていくのがすごく楽になりましたよね。逆にね、今から起こる全てのことはね、もう心配する必要はないんだと思ったんですよ。私、自分で自分の命を絶とうとしたことがたくさんあるんですけどね、そのどれもが失敗したんです。今思えばね、すごくよくわかりますよ。まだ死ぬ時じゃなかったんですよ。死ぬ時って決まってんのかなって、どうやっても死ねんかったんですよ、私ね。だからね、まだ死ぬ時じゃないよって、どうせ死ぬ時には死ぬんやからね、それまではね、どうせ死ぬんやったら楽しんだ方がとね、お得に決まってるやんって。自分の人生なんで自分の人生苦しんでね、生きていかなあかんねんって、思いっきり楽しめへんがなって、まあ、ちょっと楽しみすぎてね、職を失ったんですけどね、私の場合は。だから、おすすめはしませんけどね。でも私、仕事辞めても何の不都合もなかったんですよ。私、もっとおかしいのは仕事辞めて結婚してますからね。はっきり言いますけど、そうそう、仕事辞めて結婚するとかね、それまでの私の常識ではなかったことですよね。バカかみたいなね、親からなんか蹴られるぐらいの勢いですよね。お嬢さんください、あなた何してるんですかね、いや、やめましたみたいなね、クーですみたいな話したらね、ほんとビンタされますよね。でもね、それでじゃあ早く結婚しなさいよって言ってくださるお父さんがいて、そんな無職の男と結婚したいというおかしな女性が現れて、結果仕事も辞めて結婚もして何の不自由もなく過ごしていけてるっていうのはね、おかしいですよね。こんなおかしい人が世の中にはいるんだっていうことが分かるだけでもね、今自分が悩んでる悩み事ってね、案外なんかちっぽけやなって思ったりするんですよ。あ、私死なないと思ってますんでね、死ぬ時は勝手に来るのでね、そこまではどうやっても死なない、何がなくなっても死なない、死ぬ時は死ぬって思ってるので、あ、じゃあそれまでは楽しめるかなって思ったわけです。だから別に私ね、何歳まで生きたいとかいうのはないんですよ。どうせ死ぬとき決まってんのやからね。で、死ぬとき決まってんのやったら、いずれその死ぬときがやってきたときにね、ありがとうって言ってね、死んでいけたら最高やなって思ってるんですよ。楽しかったって言ってね、あの世に行き合えんかなって思うわけです。で、そのときにね、みんながね、泣いてくれたら最高やないですか。ね、
たまちゃんとお別れしたくないっつってね、涙を流してくれたらね、自分心からありがとうって言って旅立ってるじゃないですか。それがね、自分が、これから先の人生ね、そうやって使っていけたら最高やなって。ネイティブアメリカンの方が、言い伝えちゅうのかな、ことわざで残ってる言葉が自分大好きでね、あなたが生まれた時はあなた一人が泣いてて周りの人みんな笑顔だったでしょって、だからあなたが亡くなる時はね、あなただけが笑顔でみんながね涙で送ってくれる、そんな人生歩みなさいよっていう言葉がね、自分すごく好きなんですよね。あ、そんな人生歩めたら最高やなって思うわけです。で、今そんな人生を歩むって決めてるので、そんな人生なんですよね。だから例えば私が飛行機が落ちるじゃないですか。ね、落ちるときに、ね、私ね、大声でありがとうって言いますよ。な、落ちるわけないんですけどね。それで大丈夫だと思ってます。だからね、死ぬのが怖くなくなったって言ったら変ですけど、あ、死ぬことに対してマイナスのイメージはなくなったわけです。あ、死ぬ時ってね、自分がたくさんの人にね心からありがとうって言えるビッグチャンスやと思ってるわけですよ。だって自分が死ぬ時の言葉って本当やないですかね。死ぬ時まで嘘つくわけないですが、死ぬ時の言葉が一番本当でしょ。その時に心からありがとう言えたら最高やないですかって、思ってるバカな男なんですよね、なんでね、仕事はやめね、いろんなアホなことばっかりやってるわけですよ。で、アホなことやればやるほどね、おかしい人が集まってくるんですよ。本当に来るなって言っても来るんですよ。挙句の果てにはサプライズで来ましたとか言ってるんですけど、そのサプライズはもう事前に全部バレてるんですよね。これどうリアクションすればいいかなみたいな。しかもそいつも諦めたみたいでね、まあちょっと30分前に参加しますみたいなボタンを押してね、自分でバラしとるやないかいみたいな。今からこのリンゴをお届けに参りますとかって、こらーみたいな。私昨日その話がもう打ち合わせ会で出た時にシカトしてるふりしてたのにって、聞かないふりしてスマホを操作してたのにって、台無しじゃないかいって。本当ですよ。この間も長野でね、たまちゃんミステリーツアーがあるからとか言ってるのにね、その人たちのね、後ろとかお尻とか見るとね、三四郎って書いてるんですよ。三四六って書いてるんですよ。長野にね、三四郎さんっていう人がいるんですよ。アーティストの方ね。ね、その人だから自分一番後ろ歩いてるでしょ。後ろの背中三四郎三四郎三四郎って書いてるでしょ。さあ今からどこに行くでしょうって、バカかお前たちはみたいな。三四郎に行くに決まってるだろみたいな。なんでバレたのみたいなね。そんな人たちばっかりなんですよ、もう本当に。もう何の話か分からなくなったじゃないですか。ね、こんなおかしい人たちと出会うとね、ネガティブになってる自分がバカらしくなるんですよ。もうネガティブになってる暇なんかないんですよ、本当に。どうにかしてこいつらギャフンって言わせたろうと思うんですよね。本当に。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。